たった60秒の CM で経済を動かす。ナンバーアンダーライン愛、アイドルの枠を超えた影響力でビアボール売り上げ爆発。ナンバーアンダーライン愛効果でビアボールが社会減少化。サントリー株価も急騰、その裏側とは ?5 月9日、人気急上昇中のアイドルグループナンバーアンダーライン愛がサントリー。 ビアボールの広告等に就任することが発表されると、ファンたちの間には瞬く間に歓喜の波が広がりました。SNS 上は祝福のメッセージと期待感で溢れ返り、彼らが降りなすであろう CM の世界観に思いを馳せる声が多数見られました。とりわけ注目を集めたのは、彼らが出演する CM の長さです。なんと60秒という、 異例の長尺 CM が制作されるというのです。従来の15秒、30秒といった CM の枠を超え、ナンバーアンダーライン愛の魅力を余すところなく伝えるとともに、ビアボールの世界観を深く描き出す。そんなサントリーの意気込みが感じられました。さらに、5月13日、月曜日19時からは、TBS、ハッシュタグッドフレーズの番組中に、 その60秒のハッシュタグビアボールスペシャル TVCM が初放送される予定です。CM ではナンバーアンダーラインアイの魅力が存分に詰まった映像とともにビールのボイスそうなシーンも流れることでしょう。まだゲットできていない人は CM を見て再びお店へ足を運んでみてはいかがでしょうか私自身もテレビ CM で何度も見てきたナンバーアンダーラインアイとのコラボビールが ついに店頭に並ぶ時を心待ちにしていました。仕事帰りにいつものスーパーへ立ち寄ると、そこには山積みにされたビール缶の数々。ナンバーアンダーラインアイのメンバーカラーに彩られたパッケージは、店内に華やかな光を放っていました。これはもう、買うしかない。そう思った私は、迷わず三色すべてをかごえ。レジに並ぶ間も、 ワクワクする気持ちが止まりませんでした。しかし、私のように幸せな時間を過ごせたのは、どうやら幸運なケースだったようです。SNS を開くと、完売、売り切れの文字が溢れ返っていました。イオンやドンキホーテなどの大型店はもちろん、コンビニエンスストアでも、ナンバーアンダーライン愛のビールは姿を消していたというのです。あまりの人気ぶりに、 販売開始からわずか数時間で在庫が底をついた店舗もあったとか。三人はいないけど、ビアボール発見グラス付き替えて浮かれていたらアセロラ買うの忘れたよ。先ほど言ったイオンさん。完売ですって言われました。完売どころか陳列もしてない田舎だからびっくりマークも毎日探し回って凹む。ファンたちの悲痛な叫びがネット上にこだまする一方で、 ようやく三色とも見つけました皆さんも、押し色が手に入りますように、と、喜びの声を上げる人も。中には、上向き黒矢印の店も、買い物をして帰る頃には、たくさん並べられてましたびっくりマーク、と、補充された情報を共有する人もいました。今回のナンバーアンダーラインアイとのコラボビールは、単なる商品を超えた、一種の社会現象と言えるかもしれません。 一体なぜ、これほどまでに人々を引きつけるのでしょうか家に帰って早速、キンキンに冷えたビールを開封。グラスに注ぐと、爽やかな香りが部屋中に広がります。一口飲むと、すっきりとした喉越しとほのかな苦味が、一日の疲れを優しく癒してくれるようでした。美味しい、そして、ナンバーアンダーライン愛のメンバーと一緒に乾杯しているような。 不思議な高揚感に包まれます。こんな風に好きなアーティストとのコラボ商品を通じて特別な時間を過ごせるのはファンとして本当に嬉しいものです。しかし、このビアボールの爆発的な人気は単にナンバーアンダーライン愛のファン層だけによるものではないように感じます。確かに彼らの抜群の知名度と人気は大きな要因でしょう。 YouTube での活動を通してファンとの距離を縮め、親しみやすいキャラクターで幅広い層の心をつかんできた彼らは、まさに時代を象徴するアイドルグループと言えるでしょう。しかし、それ以上に重要なのは、今回の CM が従来の広告の枠組みを超えた、新しいコミュニケーションの形を生み出したことにあるのではないでしょうか。かつての広告は、 一方的に商品をアピールすることが主流でした。しかし、近年の広告は視聴者との共感を重視する傾向にあります。今回のナンバーアンダーライン愛の CM はまさにその恒例と言えるでしょう。親しみやすいキャラクターと60秒という長尺 CM は視聴者を引きつけ、ビアボールへの興味関心を自然と高める効果を生み出すはずです。 アイドル像も変化しています。かつては手の届かない存在だったアイドルが、今では SNS を通じてファンと交流したり、バラエティ番組で活躍したりと、活動の幅を大きく広げています。ナンバーアンダーラインアイもその流れを組むグループであり、今回の CM 出演は、お茶の間にまでその魅力を届ける絶好の機会になるでしょう。そして、 5月13日19時 TBS ハッシュタググッドフレーズでの CM 初放送後 SNS 上では瞬く間にハッシュタグビアボールハッシュタグナンバーアンダーライン愛といったハッシュタグがトレンド入りファンたちが投稿した CM の感想や興奮彼らへの愛で溢れ返りました60秒があっという間だったビアボール飲みたくなった メンバーの笑顔が最高といったファンたちの声が、ナンバーアンダーライン愛の CM が単なる広告以上の存在であることを証明しています。それは、ファンとアイドル、そして商品をつなぐ、新しい形のコミュニケーションを生み出したと言えるでしょう。今回の CM は、従来の広告の枠組みを超え、現代社会における情報伝達のあり方、 そして、アイドルとファンの関係性の変化を象徴しているようにも思えます。YouTube や SNS での活動を通して、ファンとの距離を縮めてきたナンバーアンダーライン愛。彼らの親しみやすさは、視聴者にまるで、友達のような感覚を抱かせます。そして、60秒という長尺 CM は、彼らの人間にふれる姿をより鮮明に映し出し、視聴者を CM の世界観へと引き込みます。 私たちはテレビ CM というリアルな場を通してまるで彼らの日常を覗き見ているかのようなバーチャルな体験を得る。それは情報型の現代社会において気迫になりがちな人と人とのつながりを再び強く結びつける可能性を秘めているのではないでしょうか。ナンバーアンダーライン愛が出演するビアボールの CM は単なる商品広告を超えた。 一つの文化現象と言えるかもしれません。それは、アイドルとファン、そして商品をつなぐ新しいコミュニケーションの形であり、変化し続ける現代社会における広告の新たな可能性を示唆しています。私たちは、この CM を通して、新しい時代のアイドル像、そして広告の未来を垣間見ることができるのではないでしょうかこれからナンバーアンダーライン愛が、 ビアボールと共にどのような物語を紡ぎ出していくのか、目が離せません。しかし、この CM は単なる成功事例として片付けて良いのでしょうかアイドル人気と長尺 CM という要素だけで、このようなムーブメントを起こせるのでしょうか私たちはこの現象を通して、現代社会における広告の役割、そしてアイドルとファンの関係性について、 改めて深く考えてみる必要があるのではないでしょうか